日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日は第12節の J リーグ FP の選手、全レベマ能力値紹介していきたいと思いますけども、まあ、先週出したねこの12節の予想ですけども、かなりの選手がね当たって、個人的に嬉しかったなという印象でしたね。はい、ということでレベマ能力値、そして個人的に当たりランキングやっていきたいと思いますので、では早速いきましょう。どうぞ。はい、まずは名古屋グランパスの方から米本選手ですね。米本選手ですけども、177センチ28歳、そして右利きでコスト15まで上がりましたね。はい、28歳ということでレベルは53まで上がりましたけども、ボールコントロール79、ドリブル79、グランダーパス、パス級能力値83、80というところで、このね、能力値かなり強いんじゃないかなと思ってますね。そしてスピード瞬発もね82、80しっかりあるというところで、フィジカルコンタクトも86ありますし、スタミナも92というところで、まあボランチにしてはねスタミナ92あるのはねかなり嬉しいところなんじゃないかなと思ってますね。そしてスキルにチェイシングが追加になりました。まあスタミナ92とともにですね、チェイシング持ってるのはここら辺ありがたいところかなと思っておりますね。はい、続きましてジュビロ磐田の方から中山選手ですね。いや来ましたね。仙台戦にて1ゴール1アシスト決めております。180センチ26歳、左利きでコスト7まで上がっておりますね。そしてレベルは58まで上がってます。そしてオフェンスエース77、ボルコンドリブルもかなり高いですね。そして決定力も82しっかりありますし、ヘディング85、ボディコントロール86、フィジカルコンタクト87、ジャンプ88というところで、スキルもねヘッダー持ちなので、ここら辺ねかなり強い選手になってくるんじゃないかなと思ってますね。そしてスキルにスーパーサブがあるのがね、この順位になってきた要因かなと思っております。はい、続きまして FC 東京から林選手ですね。はい、銀の林選手でね登場してきましたけども、195センチ、でかいですね。31歳、右利きでコスト17ありますね。いや195センチ、かなり大きいですよね。そして GK センス、キャッチング、クリアリング、リフレクティング、ここら辺高い数値出しておりますし、まあ逆足もかなり使えるというところが個人的にね嬉しいかなと思いましたね。そしてですね、前回林選手ですけども、金の林選手で出てきておりまして、こちらのね、能力値比較やっていきたいと思いますけども、まあやっぱり金の林選手に比べたらちょっと見劣りはしちゃうんですが、まあディフェンスエースがプラス1されているというところが、まあ今回の林選手が勝っているところかなと思いますね。まあ金の林選手に比べたらちょっと見劣りはするかなというイメージでした。はい、続きまして復活のサガン鳥栖から高橋選手ですね。はい、高橋秀樹選手を見ていきたいと思いますけども、184センチ31歳、右利きでコスト15まで上がっております。そしてレベルは51まで上がりますね。まあ上能力値も高いですね。パス系能力も77ありますし、ヘディングもしっかり84あるというところで、フィジカルコンタクトも87ですね。そして DMF の選手なんで、プレイスタイルアンカーもいいところだと思いますし、スキルヘッダーマンマーク、キャプテンシー、ここら辺もいいかなと思いますね。そして後半6もありがたいところかなと思ってます。はい、続きまして大阪ダービーからガンバ大阪、倉田選手来ましたね。いや個人的に激アツだったな。ガンバ大阪対セレッソ大阪にて1ゴール決めております。172センチ30歳、そして右利きでコスト21まで上がっておりますね。そしてレベルは50まで上がって、まあ上能力値かなり高いですね。そしてドリブル、グラウンダーパスも84、83ありますし、スピード瞬発もね84、85あるというところが、まあまあまあいいんじゃないかなと思ってますが、ただスキルがね何もない、そしてプレイスタイルも何もないというところが個人的に気になって、この順位になってきました。はい、続きまして鹿島アントラーズから白崎選手ですね。はい、白崎選手ですけども、山鹿戦にて2ゴール1アシスト、堂々の活躍を見せておりましたね。そして181センチ25歳、そして右利きでコスト21まで上がります。そしてレベルは53まで上がりますね。まあボルコンドリブル高いですし、まあパス系能力もねかなり高いというところがね、うん、評価できる点かなと思いますし、スピード瞬発もね84、83ありますし、スタミナも94あるというところで、そしてスキルにですねヘッダーとワンタッチシュートが追加になりました。このワンタッチシュートかなりありがたいんじゃないかなと思ってましたね。はい、続きまして湘南ベルマールから来ました杉岡選手ですね。浦和戦にてワンアシスト決めております。182センチ20歳なんですね。左利きでコスト17まで上がっております。そしてレベルは71まで上がりますね。そして能力値の方見ていきましょう。いやかなり強いですね。スピード91まで上がる、そしてヘディングもね85、そしてフィジカルコンタクトも90まで上がりますし、いやこの選手かなり強いんじゃないかなと思ってますね。左サイドハーフいけるっていうのもねかなりいいところなんじゃないかなと思います。そしてスキルに闘争心が追加になりました。
はい、続きまして横浜 F マリノスから遠藤選手ですね、先週は神戸戦にて2アシストを決めております。175cm、21歳、右利きでコスト17まで上がりますね。そしてレベルは66まで上がりますし、ボルコンドリブルかなり高い、そしてスピード瞬発、ここら辺えぐい数値叩き出してますね。そしてスキルにシザーズとダブルタッチが追加になって、この選手かなり強いんじゃないかなと思ってますね。はい、続きまして湘南ベルマーレから来ました菊池選手。いや、この選手かなり嬉しかったですね。180cm、27歳、右利きでコスト21まで上がっております。そしてレベルは51まで上がりますね。そして上の能力値かなり強いですし、キック力、スピード瞬発もね、85、86、84ある。そしてスタミナも91ということで、まあ後半戦もねしっかりやっていけるんじゃないでしょうか。そしてスキルにワンタッチシュート、アウトスピンキック、スーパーサブ持ちになりましたね。いや、このワンタッチシュートとスーパーサブ、ここら辺かなりね嬉しいのスキルになってくるんじゃないかなと思いました。はい、そしてですね、横浜 F マリノスから三好選手来ましたね。三好選手好きな選手の一人なんですけども、高校戦にて、2ゴール上げております。 167cm、 21歳、左利きでコスト21まで上がっておりますね。そしてレベルは65まで上がるというところで、上の能力値かなり高いですね。ボルコンドリブル92、95、そしてパス系の能力もかなり高いですし、瞬発力93、この辺えぐいですね。そしてスタミナも84あるというところで、まあ後半のね途中までしっかりやれるんじゃないかなと思いますし、スキルにシザーズとワンタッチシュート追加になりましたね。まあ個人的にスーパーサブ追加とかでも良かったのかなと思ったところではありましたが、堂々の第1位紹介していきたいと思います。やっぱりこの選手 FC 東京、久保建英選手というところで、いや今週も来ましたね。札幌戦にて1ゴール決めております。 173cm、 17歳、左利きでコスト17まで上がりますね。そしてレベルは90まで上がりますし、もう言うことなしの能力かなと思いますね。ボルコンドリブル99、99、まあ全体的に高い数値をね叩き出しております。そしてスキルにですね、シザーズ、足裏コントロール、コントロールカードが追加になりました。まあ久保選手に関しましてはね、前回の動画でも紹介しましたが、こんな感じで比較能力値出しておきますのでね、ぜひご覧いただきたいなと思いますが、前々回の久保建英選手との違いがこちらですね。スキルに関しましてはダブルタッチがなくなってコントロールカードが追加となっておりますし、決定力の部分でプラス3、プレスキックの部分でマイナス3、されております。そして前回の久保建英選手との比較はこちらになりますが、スキルは、射程がなくなってシザーズが追加になったのと、オフェンスセンス、グランダーパスがマイナス3ですけども、ドリブルと決定力がプラス3されているということに なっておりますね。はい、ということでですね、前々回と前回の久保建英選手の能力値比較もここに出しておきますので、ぜひね、興味のある方はご覧いただきたいと思います。はい、ということでですね、本日は第12節の J リーグ FP 紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。いやー、第13節にね期待したいところでありますが、いや13節かなり激アツでしたね。マリノス、広島、神戸、そして清水エスパルスが4得点というところで、まあ今シーズンすごいなと思ってましたが、ここら辺のね予想 FP もやっていきたいと思いますので、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では